こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。来月6日から9日までアメリカでシーブリーズカップが行われる。この大会はアメリカ主催で3チームを招待する形になっている。1回戦のなでしこの対戦相手はアメリカと決まっています。そしてそのアメリカの結果次第で決勝及び3位決定戦の時間が変わってくる。珍しいですね。決勝が大会の一番最後に行われるのが普通ですが、アメリカがなでしこに敗れれば、3位決定戦が最後に行われることになります。間もなくなでしこのメンバーが発表になりますね。週末に各リーグで試合が行われたが、なでしこたちの活躍のニュースが入ってきている。その中でも注目はマンチェスターダービーに出場した長谷川唯選手ですね。まずはその記事を見てみよう。長谷川唯フル出場のシティがユナイテッドとのダービー制して暫定首位浮上。躍動のパークが2ゴール1アシスト。FAWSL FA 女子スーパーリーグ FAWSL 第17節マンチェスターシティ対マンチェスターユナイテッドがエティハドスタジアムで行われ、シティが3対1で勝利を収めた。リーグ戦8区の10連勝、首位チェルシーと同価値点の40で2位につけるシティは4、1、2、3で臨み、なでしこジャパンのミッドフィールダー長谷川唯はアンカーでフル出場。センターバックのスペイン女子代表ディフェンダーライア・アレクサンドリがウォーミングアップ中に負傷し、急遽オーストラリア女子代表ディフェンダーアラナ・ケネディが先発出場した。対して宮澤ひなたが怪我で欠場中、4位につけるユナイテッド勝ち点28は4、2、3、1でスタート。サウイングのリア・ガルトンを欠く中で、序盤は右のブラジル女子代表フォワードジェイ・ゼフェレイラが推進力を発揮し、イングランド女子代表フォワードニキータ・パリスが決定機を迎えるなど主導権を握る。ただ先制したのは37分のシティ。イングランド女子代表ゴールキーパーユナイテッドのメアリー・アープスのフィードを中盤で長谷川が回収し、ジャマイカ女子代表フォワードカディジャショーへと縦につけると、左へはたいてイングランド女子代表フォワードローレン・ヘンプのためから追い越したスペイン女子代表ディフェンダーレイラ・ワハビがクロス。走り込んだイングランド女子代表ミッドフィールダージェス・パークが右足インサイドで面を作ったボレーで合わせた。ショーは戻りオフサイドに見えたが、副審は旗を上げず。 FAWSL は VAR が導入されていないため判定に変更はなく、ユナイテッドにとってはモヤモヤの残る失点となった。試合を動かしたことでリズムを取り戻したシティは45分に追加点を奪取。ウコーナーキックに変化をつけ、ボックス手前右から長谷川が高いクロスを送ると、ファーのケネディが落として再びパークがネットを揺らす。シティはさらに後半開始直後にも中盤でパークが奪い切ってショートカウンターへ転じ、スルーパスを受けたショーが相手のチャージをものともせずにゴールを奪う。ユナイテッドは右サイドバックのカナダ女子代表ディフェンダージェードリビエールが57分に負傷交代するなどの受難に見舞われながらも、交代策を含めて怒涛の反撃を見せ、73分に1点を返す。ハンナ・ブランデルの左サイドからのクロスが、対応したシティのオランダ女子代表ディフェンダーカースティン・カスパリジに当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。終盤はシティの我慢の時間が続いたが、8分のアディショナルタイムをしのぎ切って4万86人の観衆の前で逃げ切り勝ち。リーグ戦の連勝を11まで伸ばし、暫定首位に浮上した。フル出場した長谷川は出足鋭いインターセプトや惜しいミドルも披露し、セカンドボールの回収役やビルドアップの潤滑油としてピッチに君臨。押し込まれる時間にはジェイゼやルシア・ガルシアへも対応してボールを奪い切るなど、随所で存在感を発揮した。長谷川選手はさすがの一言ですね。試合を見たが間違いなくシティの中心選手だ。長谷川選手は生で観戦したいと思わせるプレーを見せてくれます。その証拠に男子チームで使用しているエティハドスタジアムに多くの観衆が詰めかけた。ダービーということもあって4万人以上の入ったようだな。これだけ入ってくれれば興行としても成り立ちますね。この試合のシティの1得点目はオフサイドだったのか。リプレイを確認しましたが、その前のプレイでオフサイドがありましたね。このあたり審判のレベルアップは必要だな。もしくは VAR の導入ですかね。オフサイドで言えば同じスーパーリーグでウエストハムにも同じことがあった。その記事を見てみましょう。うんざりしている林穂乃香がチェルシー相手に技ありゴールも誤審で取り消し、重なる指揮官は怒り、試合後に謝罪しても結果は変わらない。なでしこジャパンミッドフィールダー林穂乃香のゴールが誤審により取り消される事態が発生。監督も怒りを口にしている。イギリス BBC が伝えた。24日 FA 女子スーパーリーグ第17節でウェストハムとチェルシーが対戦した。ウェストハムは林のほかフォワード植木理子、ディフェンダー清水梨沙となでしこジャパンの3名が揃って先発出場。チェルシーのフォワード浜野舞香はメンバー外となった。試合は開始2分にチェルシーのアギビーバー・ジョーンズがネットを揺らして幸先よく先制。それでも14分に清水が右に展開すると、アヌーク・デントンがアーリークロス、これをヘディングで落とすと飛び出した林がゴールキーパーとの1対1を落ち着いて流し込んで同点ゴールを決めた。ただ直後にオフサイドの判定が下りゴールは取り消しに。それでも
リプレイの映像を見ると完全にオンラインであり、副審のミスジャッジでゴールは取り消しに、その後失点し0対2でウェストハムは敗れていた。下位に低迷するウェストハムにとっては大きな誤審。さらに前節のリバプール戦、第11節のトッテナム戦でも誤審に泣かされていたこともあり、レハネスキナー監督は試合後に怒りをあらわに、 VAR が導入されていないことにも苦言を呈した。ゴールはオンサイドで1メートル以上あった。先週リバプール戦で我々に対して2ゴールが決まったが、どちらも認められるべきではなかった。トッテナム戦、オフサイドにあるべきではなかったゴールについて試合後にまた謝罪を受けた。正直に言うと少しうんざりしている。試合後に謝罪しても結果は変わらない。選手たちのレベルが上がり、リーグとしてのレベルやプレーのレベルが上がっている FAWSL。 一方で審判団はプロではない方も多くおり、ジャッジの面でもレベルアップや改善が必要となりそうだ。こちらは逆にオフサイドで損したニュースですね。そのゴールを決めたのは林選手だったのか。これは悔しいですね。しかもウエストハムにとっては2試合連続で起こっているな。順位も下位に沈んでいるのでやるせないですね。女子サッカーはスーパーリーグでもまだまだ改善点は多いようだな。海外だけではない、国内 WE リーグでもなでしこたちが活躍している。今週目立ったのは浦和の清家選手ですね。その記事を見てみよう。清家キコが5戦連発で2期連続2桁得点。浦和が千葉レディース下し、次戦3位新潟レディースと直接対決へ。 WE リーグ24日、2023-24WE リーグ第12節のジェフユナイテッド市原、千葉レディース対三菱重工浦和レッズレディースが福田電子アリーナで行われ、アウェーの浦和が2対1で勝利を収めた。勝ち点26で2位につける3連勝中の浦和と、ウィンターブレイク後は4戦未勝利で9位の千葉レディース、勝ち点12、開始早々には千葉レディースの藤代真帆に好機が訪れたものの、試合を動かしたのは8分の浦和だった。センターサークル内で塩越柚穂が相手の横パスをカットして縦に送ると、高橋花が蓮輪誠と競り合いながらもマイボールに。自ら運んでペナルティアーク手前から右足を振り抜き、左隅への一撃を沈めた。14分には正撃このクロスから伊藤美希のシュートがポストを叩いた浦和は、33分に追加点を挙げる。千葉レディースのゴールキーパーとディフェンダーがボックス内の浮き球処理で譲り合ったところを正撃が奪うと、ゴールキーパー清水栞に倒されて PK を獲得。これを正撃が沈め、5試合連続ゴールをマークしての今季リーグ戦10得点目とした。追いかける千葉レディースは37分にコーナーキックから波状攻撃を見せ、折り返しての51分に1点を返す。ミドルパスを駆使して右サイドを攻略し、大熊玉木が抜け出すと、カットバックを大沢遥香がフリックして再び大沢とつながり、ラストパスを鴨川美穂が流し込んだ。以降も玉際でのバトルが続く激しい展開となるが、後半アディショナルタイムのセットプレーもしのいだ浦和が逃げ切って3連勝を達成。次戦は27日に三味アルビレックス新潟レディースとの直接対決を迎える。清家選手は5戦連発ですね。これで2期連続2桁得点になったのか。首位を争う浦和にとっては頼もしい活躍ぶりですね。同じなでしこの高橋選手も得点している。ディフェンダーでありながら高橋選手の得点力は貴重ですよね。ホーム北朝鮮戦でもゴール決めてたからな。首位を勝ち点1差で追ってる浦和にとって大きな勝利だな。これらのニュースに対してネットの意見も見てみましょう。シティが優勝すれば優位選手が候補に上がっているバロンドールも見えてくる。まさにシティの心臓となってきており、異例の複数年契約で期待され移籍し、先日それをまた更新し、スピード切れ IQ で自分の一回り二回りも大きい対戦相手をチンチンに言わしている。いつ見てたんという先を読むプレーでダイレクトパスを出し、相手はもちろん味方の選手も欺くようなプレーの連続である。そこを通すそこで打つかと同じシティのあのデブライネ選手も驚愕している優位選手。怪我には十分注意してさらなる大活躍を期待します。頑張れ優位選手。相手も分かってて長谷川選手にスペースを与えないようケアしているんだけど、中盤で前向きに受けるシーンを作られてしまうと一瞬で展開が変わってしまう。ディフェンスやデュエルも強くなっているし、本当に見ていて楽しい選手です。リーグ優勝の歓喜からのパリ五輪楽しみにしてます。これ本当に綺麗なゴールだったんだよね。落としたのは多分植木の方で、それをスライディングで林穂乃香がドンピシャで走り込んで。カップ戦チャンピオンリーグとタイトな日程のチェルシーはいつものスタメンを控えに回してターンオーバー。試合も勝力を狙ったのかチェックも緩く、かなり下位のウエストハムをナメプしてたので同点どころか逆転勝ちすらありえたシチュエーションだった。実際植木が前を向いて持ち込めるスペースがあり、そこから超ゴラッソ寸前のバーを叩くシュートもあった。でもまだこれが女子サッカーの現実で、昨年準優勝したイングランドが今シーズンからかなり盛り上がり始め、金のあるチームは女子専用の施設も作り始めたという段階。
当然 VAR もまだ入れられないし、それに対応する審判団でもない。そして自分語りをすれば、女子サッカーというその黎明期のコンテンツに目をつけられて楽しめてるのが自慢です。誤審も誤審で、これでは選手のやる気も失せる。第4審は放送画像でもいいからちょこっと確認とかでも可能にすればみんな納得できるのに、こういったできることをやらないのが一番嫌。清家は順調にいけば得点王とベストイレブン取れるだろう。もしかしたら MVP もいけるかもしれない。アシストも多いしね。でもチームとしてはヒヤヒヤな後半だったな。もちろんこれ以外にもなでしこたちは活躍している。主に気になったものとして3つ選びました。その中でもやはり長谷川選手は取り上げざるを得ない。注目カードでもありましたし、そして来週はシーブリーズカップが行われる。リーグ戦の調子を維持してこの大会も頑張ってほしい。なでしこの皆さん、アメリカと対戦できるまたとない機会です。持てるものを全てぶつけてください。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。